韓国ってどんな国韓国韓人の彼と付き合うのはエキサイティングなことだが本当のところ韓国人は日本人をどう思っているのかいまいち見えないそこで今回は韓国人人口ピラミッド最新2019年3月末によれば韓国の人口推移は今年をピークに減少していくと予測されている。 この人口減少は韓国が発表した今年2月の出生率が0.98人と女性1人あたりに産む子供の数が世界最低水準に落ち込んだことが大きく影響している。年齢別人口分布でもピラミッドは60代以降の人口増加が目立っている。韓国でも日本同様少子高齢化問題はこれからの経済的な影響が懸念される。 日本の人口との差はおよそ7450万人だが、韓国の国土面積は日本の4分の1足らずなので、そう考えるとだいぶ混み合っている。世界でも人口密度が高いランキングの22位だ。日本もかなり混み合っているように感じるが、日本は35位である。自分はニュージーランドに留学中、多くの韓国人の学生と友達になった。 自分の印象では韓国人は感情表現や自己主張が欧米人のようにはっきりしていると感じた。それが自分たちに姿形が似ている日本人にはおかしいと映ることもあるのだろう。しかし日本人のように言っていることと思っていることが違うよりもわかりやすいと自分は思った。もちろん相手のことを思いやってあえて言わないことという奥ゆかしい日本人の文化を否定するわけではない。 韓国人の性格が悪いなど日本人から嫌われる理由は男性、女性ともに自己主張が強く推しが強いところがうまく受け入れられないからではないか。世界のグローバル化が進む中、日本は経済最新国でありながら外国人の文化や性格の理解が遅れている国とも言える。韓国人の性格や考え方を日本人と比較し、韓国人留学生へのインタビューや調査データをもとに研究した日本人大学生の論文もある。 若い世代の声を古い世代は聞くべきなのだろう。最新の世論調査によると日本では韓国人を嫌いという意見が約半数にも上る。メディアやネットの韓国批判もその影響と言えよう。その一方で韓国人との恋愛や結婚も近年増えてきている。韓国人男性は恋愛は結婚に発展するという至って真面目な考え方を持っている。韓国人男性は家族をとても大切にし母親は絶対的な存在だ。 日本では相手方の家族に対して割とドライだが、韓国人男性は彼女や奥さんにも自分の家族への介入をかなり期待している。韓国人男性と付き合う場合はその辺も理解しておいた方がいい。韓国人に特有の病気に、非病、別名、うっか病がある。お腹の中で火の玉が上がってくるような苦しみがあることから付けられた名称らしい。なんとも悲しい苦しそうな精神病だ。 韓国では家族のバランスを重んじ、怒りは心の中にしまっておくことが美徳である。人獣を強要された結果が、非病となって現れたとされている。昔は女性に多かったが、最近では男女関係なく起こるのが特徴で、韓国のストレス病と言われている。韓国では古くから赤い色は正あふれる色として好まれている。邪気を追い払い、太陽のように燃え、万物がのびのびと育つイメージだ。 ところが1960年から70年にかけては共産国を連想させ、軍事独裁政権時代には赤は韓国人の嫌いな色だった。韓国人というと自分は現職好きのイメージだが、若い韓国の人の中ではパステルカラーが人気だ。日本人の嫌いな国ランキングの1位は北朝鮮、ついで2位が中国、そして3位が韓国だ。韓国人の嫌いな世界の国には北朝鮮、中国、日本と同じような名前が並んだ。 特に中国は北朝鮮のミサイルの脅威のため、韓国へのミサイルの配備をめぐり強い反発を示している。中国は長い間、慰安婦問題により、韓国人が一番嫌いな国とされていた日本を北朝鮮が抜いたのだろう。歴史の傷跡は簡単に修復できない。仕方のないこととはいえ、日韓が2019年時点でも嫌いな国のトップ3は決して誇れない嬉しからぬ現実だ。歴史の傷跡は簡単に修復できない。 仕方のないこととはいえ、日韓が2019年時点でも嫌いな国のトップ3は決して誇れない、嬉しからぬ現実だ。韓国人の中には、反日批判の意見を持つ人が出てきているが、本音は2020年の現在どうなのだろう。韓国人の日本に対する本音は、2020年の今でも地獄を愛し、自分たちを自分たちの力で守らなければならないと教えてこられた歴史の経験や、 古い世代からの反日思想の洗脳に逆らえないものも事実だろう。ホワイト国除外になった韓国との関係は冷え込むばかりで、解決の糸口が見つからないままである。日本の商品を買わないという韓国人の反応は不買運動と名付けられ、伝染病のごとく SNS で拡散されているが、実際問題日本の製品を全く買わないことが可能なのだろうか。韓国人全員が日本嫌いで不買運動をしているわけではない。 それに対する海外の反応はどうか。日韓の関係を交換条件にジーソミアを破棄されたら、アメリカをはじめとする多角国の軍事協定を結んでいる国は、日韓の摩擦問題を穏便に済ませてほしいと圧力をかけてくるに違いない。ホワイト国から除外された韓国人の反応は、それならこっちはジーソミアを破棄するよ、と逆切れ。日本の輸出量と韓国が申告している使用用途量に誤差が多いから、他のみんなと同じように輸入申請して、 というだけの話で輸入ができなくなったわけではないのだ。だいたい韓国側に輸入不正が本当にないなら大騒ぎすることではないし、他の東南アジアの国は皆普通に輸入申請をしているのだ。輸出規制ホワイト国除外に対する韓国人の反応はジーソミアを破棄し交換条件にホワイト国除外撤回を日本にさせることが多数意見だった。しかし結果的には日本にも韓国にもあまり良いことはなく、ジーソミア破棄は撤回という形になった。 韓国人の日本に対する本音と動画検索すると、たくさんの韓国人の本音動画がアップされているが、2020年の今でも歴史の傷跡は根深いことが伺える。時代とともに変化していかなくてはならないと考えながらも、韓国人の反応は日本を今もなお嫌いという生の声が多い。日本に対する韓国人の反応を知るのに、ファッションや芸能を日本語に翻訳しているサイトや動画がたくさんある。 日韓の冷え込む経済関係の中で若い世代の日本人や韓国人の中でも新日シーンな人たちも存在しているのだ。ラグビーワールドカップは今年一つのハイライトでもあったが、ラグビーは日本ではあまり人気のあるスポーツではなかった。というのも日本ラグビーチームは晩年弱く、不名誉な記録ばっかりだったからだ。ラグビーに対する韓国人の反応は2019年のワールドカップ前の日本と同じで、ラグビーにほとんど関心がなかった。 日本代表の韓国人選手の活躍を応援するファンは多いが、日本チームで韓国人選手が活躍していたという日本の勝利に触れる報道は韓国ではタブーなのは本当に悲しい話だ。どこかの誰か関係なく、実力だけで勝負できるのがスポーツの世界なはずなのに、喜びや活躍を堂々と報道できないのはとても残念な話だ。今年10月に日本は吉野明氏がノーベル科学賞を受賞した。 韓国では過去に科学分野でのノーベル賞の受賞がない。こうして日本製品の不買運動や反日運動で日本を圧迫したところで韓国が得るものは何なのだろうか。そうした声が吉野氏のノーベル賞受賞をきっかけに出てきている。日本は嫌いな国だけど見習うところはあるという韓国人が少なからずともいるというのはせめてもの救いだろう。韓国人の名前で可愛いと人気がある男女別ランキングは女の子1位はジアン、2位はハイユン、3位はハウン、 男の子の1位は、ソジュン、2位は、ハジュン、3位は、トユン。さらにもっと知りたい方は、こちらのサイトで紹介されている。このサイトに行くとわかると思うが、韓国人の名前はほとんど2文字。伝統的に2文字が多く、現在もそれが続いていて、苗字は1字で、名前が2文字が一般的だ。韓国人の名前が、英語表記や漢字表記されることがあるが、韓国では名前の表記の順番は、英語、漢字ともに、苗字が先に表記される。 ちなみに韓国の苗字の種類はとても少なく、およそ250種類。にもかかわらず、1997年までは同じ苗字の人とは結婚できなかったというから驚きだ。正しくは、本館、家系の子祖の出身地と苗字が同じだと結婚できなかったのだった。現在は同じ苗字でも結婚できるようになったが、昔は駆け落ちも多かったのではないだろうか。韓国人が肌が綺麗なのはキムチのおかげなのだろうか。 発酵食品、カプサイシンで発汗作用があって、代謝が促進されるニンニクや生姜がたっぷり入った食生活で血流が良いのかもしれない。韓国人と日本人は肌の色も同じで、韓国人と顔の形も違いを見分けるのは難しい。流行りのインスタグラムを見ると、韓国人は顔隠し撮りがトレンドだったりする。自分には正直よくわからないが、顔隠しは逆に、インスタ映えするとか、可愛いとか評価の声がある。 韓国人のメイクインスタのように顔を出してアイメイクのたくさんのカラーバリエーションがアップされているがとても芸術的だ。韓国人の最近の可愛いとされるトレンドは目が大きい、肌が白い、口が小さい、正直平均的に可愛いいと全部同じ顔に見えてくる。日本人の若い世代は韓国人の顔になりたいと思ってメイクで近づける方法を日々研究している。特徴は涙袋とたぬき顔。 整形前と整形後では雲泥の差なのに、韓国で可愛いとされる顔に成形すると、皆同じ顔になるということだ。自分はニュージーランド在住だが、ここはオゾン層がなく、日差しが痛いくらいに強い。このニュージーランドで韓国人を見かけると、特にゴルフ場では真夏でも日本のキャディーバリーに深く帽子をかぶり、長袖に中ズボンで手袋をして、完全防備の日焼け対策をしている。韓国人が肌が綺麗な理由は、肌に対しての紫外線ケアが徹底しているからではないだろうか。 白い肌はもちろんのことツヤがあり、汚い肌の人を見たことがない。肌を整形している人もいるのかもしれないが、いかにも手入れが行き届いていてキメが細かい。韓国美人の三大条件は、ツヤのある白い肌。涙袋に、ぷるっとした唇だ。口紅は2019年のトレンドでは赤のリップが流行。中でもグラデーションで立体感を出すのが最新の乗り方。それによって、ぷるっとした外見が作られる。 韓国はプチクラのメイク道具、ポーチから下地、メイク落としまで豊富な品揃いで、値段は気にせず購入できる。メイクが女性だった時代は過去の話で、今では男性もメイクをする。韓国人男性の髪型は、キノコ型のマッシュヘアが2019年のトレンド。韓国人男性の髪型は、変だと、はじめはマッシュヘアが敬遠されていたが、最近では日本でも人気が出てきて、女性受けも悪くない。韓国人女性の髪型のトレンドは、巻き型。 エスカールと呼ばれ、その名の通り S 字の形に内側に巻く髪型だ。韓国人女性はメイクから髪型までインスタで有名なオルちゃんから流行の最先端である。オルちゃんの前髪はシースルーバンクが最新の定番。韓国人の髪型の流行もオルちゃんの影響が強いものの、男性視点だと女性のショートやボブも人気の髪型だ。 先に調べたように、2019年の韓国人の流行りの目は男女ともに涙袋だが、実際は人への塩顔もイケメンとされている。韓国人のイケメンの基準は日本と違って明確で、いわゆる王子様のような背の高くシュッとした清潔感のある男らしく、良い家柄で高学歴の男性だ。韓国人のイケメンは一般人にも多く、インスタでも画像が上げられ、それを見て癒されている女性が大勢いる。韓国人にイケメンが多いのはなぜなのか 確固たる筋はわからないが、やはり、整形が多いからなのであろう。そんな容赦短麗な韓国人の彼氏が欲しいなら、手作りのプレゼントを送るとよい。韓国人男性は手作りのものが好きだ。誕生日や復縁を狙ったプレゼント作戦も、心のこもった手作りで攻めてみるのもありだろう。 韓国男性と LINE のやりとりで顔文字が多く出てきたら好意的に思われている証拠だ。恋愛の延長線に結婚を考える韓国人男性は紳士的で美しいが、その分束縛も強く、喧嘩になることも少なくない。女性に優しいがゆえにマザコンが多いのは韓国人彼氏あるあるだ。日本の美容界に在日韓国人が少なくない。 韓国人芸能人は厚かましくなんて声を聞くが、それは韓国人だからではなく、人間性の問題で韓国人だからではない。日本の嫌いな芸能人ランキングの中にも何人か韓国人芸能人が入っているが、芸能人は嫌いも好きも気にされなくなったら商売はおしまいだ。そういう意味で嫌いも成功のうちだろう。整形に関しても芸能人は見られる仕事だ。イケメン俳優やアイドルである以上、それを保つために必要ならば仕方がないのではないだろうか。 日本人と韓国人は外見がよく似ている。多くの若者の支持で芸能界やファッション業界では日韓の流行りが相乗効果を生んでいる。その一方で冷え込みを増す日韓の経済関係や変えられる過去のこだわりを新しい世代が良い方向に導いてくれることを願うばかりだ。芸能人にかかわらず若い韓国人は妙にイケメンが多い。明らかに成形だとわかる人も中にはいる。男でも花がツルツルなのは チャミするとかキムチのおかげなのか、まさか肌まで成形しているのか。日本では付き合うと結婚は別部だが、韓国人男性は昔の日本のように恋愛が結婚に直結している。韓国人男性はしれっと優しい甘い言葉をかけてくる。欧米人のようだが家族が大事で女性に優しい。しかしマザコンが多いからそれが喧嘩の種になる。韓国人男性の女性の好みは優しくて自己主張があまりない、知的でおとなしめの可愛い女性だ。 同じマザコンの友人ボンちゃん。プサンにいる彼らが、もうすぐこのセブンに移住する予定。